鈴木康は、日本の総務官僚。総務省情報通信政策局長や、総務審議官、第8代総務事務次官、総務省顧問等を経て、日本郵政取締役兼代表執行役、上級副社長を務めた、山梨県出身。山梨県立甲府第一高等学校、東北大学法学部法律学科を経て、1973年郵政省に入省。 東大の入試が中心になった年に東北大法学部に進学し、寛会では東大卒が当たり前の中、郵政や通信分野で頭角を表し、郵政のエリートとして一目を置かれる存在になった。尊大な物言い,いとマスコミ嫌いは有名で、時間室のドアに取材を断りと書かれた紙を貼ったこともあった。2009年総務事務次官となり、退官後は、 損害保険ジャパン顧問を経て2013年日本郵政に副社長として入社。2015年から上級副社長を務め、2016年には社長代行も務め、同社取締役を兼務した。戦略家とされ、総務省退官後も天下りへの影響力等から、超大物として君臨し、日本郵政グループのドンとも称された。 全国郵便局長会と強い関係を持ち、郵政族議員からの評価が高く、社員の家族構成等を把握して、部下の面倒見がいいことなどから、日本郵政グループ社員からの信頼も扱ったと、される。官補生命保険の不正販売問題を追求した NHK 番組をめぐり、NHK 経営委員会は2018年10月、日本郵政グループの要求を受けて、 同局の上田良一会長を厳重注意した。これを受けて、同年11月、鈴木康夫、日本郵政上級副社長は、過断な措置を取っていただいたと感謝する文書を経営委員会に送った。このことが明るみに出ると、元総務事務次官による報道現場への圧力ではないかと問題になった。2019年10月3日、 国会で野党による合同ヒアリングを受けた後、鈴木は記者団に対し、まるで暴力団と一緒。殴っておいて、これ以上殴ってほしくないなら、やめたるわ、俺の言うことを聞けって、バカじゃねえの、と語った。2019年12月20日、鈴木康夫が総務省の鈴木茂樹事務次官から、漢方生命保険の不正契約問題に関する。 行政処分案の情報提供を受けていたことが判明した。鈴木事務次官は20日付で停職3ヶ月の懲戒処分を受け同日辞任。高市総務省は日本郵政グループの役員に総務省出身者が就任していることについて監督官庁として公正・公平な判断ができなくなると述べた。26日の公明党総務部会では 日程を聞いただけで、処分内容を教えてくれと頼んでいないと釈明し、大事になるとは思わなかったと述べた。ありがとうございます。